なぜ人は互いに競争し、勝ち負けを決め、序列をつけたがるのだろう。ニーチェは言った。勝利に偶然はない。勝利した者は漏れなく、偶然などというものを信じていない。と。まずは自分が見てくださる方の気を引かないと発信もできないなって思うようになりました。仕込んで終わるのか、一番後ろだけ誰よりも目立ってやろうって思うのか、みんなが目標に届くのが私の目標でもあります。先輩の背中を見てたくさん学んだり、ああいう風になりたいなって思ってます。ふーちゃんすごい努力家で、リハの時でも全力でやっててすごいなって、自分も気合いはめられることが多いから負けたくないなって思います。楽しまない。なんで？この日頑張ろうと思いすぎて楽しまない。頑張ろうと思いすぎてるからやな。余計にもう自信をなくす。比べられると、哲学者になりたいって思うようになって、そうしたらやっぱり本読むだけじゃなくていろんな人と対話したいなと思って、今しかできないからアイドルになろうと。そろそろどうするかっていう身の振り方もやっぱ考えんと行けんときよね、そろそろ。逆にどうしたらっていう感じですもん。耐えられへんわ。しっかりしないと、もっとみんながみんなもっと本当にならないとダメなんじゃないかなと思います。なんでアイドル向いてないなって思いました。とりあえず頑張るしか困らないです。大きな夢もありますし、有名になりたいです。